2011年の東北楽天ゴールデンイーグルスでは2011年シーズンの東北楽天ゴールデンイーグルスの動向をまとめる。この年の東北楽天ゴールデンイーグルスは星野千一監督の1年目のシーズンである。この年の3月11日に東日本大震災が発生しシーズン開幕が3月25日から4月12日に延期された。 楽天の本拠地である仙台市も大きな打撃を受け、日本製紙、クリネックススタジアム宮城も損壊していたため、4月15日から17日の対オリックスバファローズ戦は、阪神甲子園、球場、4月22日から24日の対、北海道日本ハムファイターズ戦はホットモットフィールド、神戸で、それぞれ主催試合を開催した。このシーズンのパ・リーグは、ソフトバンク、 日本ハムを除く4チームが5割弱の勝率で競り合う展開となり、楽天は6月終了時点で借金7の再開となるが、7月に貯金2を重ねて3位に浮上し、シーズン終盤まで CS 争いをした。最終的に9月に借金6を喫して CS 争いから脱落してシーズンを5位で終えた。また、4月2日に、 東日本大震災の復興支援のために行われた事前試合で選手会長の島が見せましょう野球の底力をとスピーチしこの言葉が2011年の流行語大賞の候補としてノミネートされた日本生命セパ交流戦2011本節では毎シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する本節では 本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。